住病院は岐阜県郡上市にある社会医療法人白報会が運営する総合病院。1953年に19床で開設された住医院を前身とする民間の病院である。住病院は診療科13科、病床149床を有す郡上市北部を代表する病院である。日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修協力病院、 救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。郡上市では郡上市民病院と並ぶ最大規模の病院であり、特に旧白鳥町周辺での中核病院となっている。住病院の立地する郡上市白鳥周辺には10数箇所にも及ぶ数のスキー場が存在しており、本院ではそれらのスキー場から搬送されてくるスキーやスノーボードに外傷患者を 毎年2000名以上引き受けるなど、緊急手術も含めた、救急医療の中核を担っている。また、本院の前委員長は、スポーツリハビリーや、スキースノーボード外相の奨励研究家として、著名な人物であり、ユニバーシアードに、日本代表団のスポーツドクターとして派遣されることも、多い。設備面においては、 MRI やマンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。また駐車場内には16銀行の ATM が設置されている。施設面においては、郡上市内で初めて開設された検診センターである、郡上検診センターのほか介護老人保健施設、ケアポート白包を併設し、平成16年には関連法人、K 展開が、介護老人福祉施設アットホーム白鳥を、 設立するなど、予防医療から、福祉、介護分野までも含めた地域の中核拠点となっている。その他の特徴として、地域医療の担い手として、地域医療連携室を設置するなど、病病連携、病診連携にも、積極的である。また本院では、入院時に洗面用具や歯ブラシなどの入院セットを、無料で提供するというサービスを行っている。ありがとうございます。